こんにちは、工藤です。今回は以前お話しした下トンカチについてもうちょっと補足したいと思います。この動画が良いと思った方はチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。トンカチはしっかりとこの手の中でテコをかけることでできるというふうに以前の動画で説明しました。その動画を見てない方はまずそれを見ると分かると思いますので、先ほどにそれを見てください。ゴルフの場合は上トンカチではなくて下トンカチになりますよと前回説明いたしました。こうじゃないですね、こうじゃないですね、こうですね。その時の右手の見え方は自分から見ると完全にこのグリップエンドとヘッドが互い違いになっているという見え方が正解です。こうですね。結構説明しないとこれはなかなかできないので、コツコツとたくさんやってくださいね。これができると後ろ回しという動作がきれいにできるようになっていきます。縄跳びの後ろ跳びと同じ使い方ですね。この時に力をまずこのアドレス上向いている、アドレスっていうのはこうグリップよりもヘッドが上にある状態と同じことなので、この時間帯ですね。ここから力を抜く、握る、抜く、握る、握るってのは引くっていうことですね。抜く、引く、引く、引く、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、下トンカチこうでしたね。これを1回転させると引く、前、後ろ、前、後ろ、前に出す、引く、ここのトンカチの時間帯ですね。これは引いている時間帯になりますので、力を抜く時間、ヘッドが落ちる時間帯と引く時間帯、引く、力を抜く、引く、力を抜いてヘッドが落ちる、引く、引き上げる、抜いて引き上げる、力を抜いて引き上げる、力を抜いて引き上げる、力を抜く、引き上げる、抜く、引き上げる、大丈夫かな力を抜いてヘッドが落ちる時間帯と引き上げる時間帯に分かれます。力を抜いて引き上げる、力を抜いた時にヘッドがグリップよりも下に落ちていることがポイントです。しっかりと力を込められる人はここでもこっち方向に、前回釘はこっち方向にあるって言いましたけれども、釘はこっち方向でも考えられます。このトンカチをこっちに、こっちから出てる釘をどう打つかって考えたら、バックスイングこっちで、こっちですね。こういう使い方でトンカチを使っていくと、まあ、それが裏で打ってくれっていう意味なんですね。ヘッドのフェースじゃない方、ヘッドのフェースじゃない方だな、ない方でこう出ている釘をこう叩く、右手で叩こうとするとバックスイングはこっちですね。こっち、こう叩くっていうことになります。なので切り返しは手が前に出るような形になっていって、いろんな方向にある釘を打てるようになっていけると、結局北半球と南半球では力の入れている方向が違うということがわかると思います。この瞬間は手が前に出る方向、北半球と南半球ですね。その北半球と南半球の説明は以前の動画に出てますので、それも参考にしてみてください。この手が前に出る時間帯と前から自分に近づく時間帯、この北半球と南半球に分かれます。これでも全て実は引っ張ってるという動きなんですね。こっからここに時点もこれも体で引っ張ってる、こっからここも引っ張ってる、引きの力をまずこっちに力を引くことで
引き続けるという動きができます。なので切り返しというのは手が肩よりも手が上に上がっている時間帯は手は前に出るように見えて、こうなっているだけですからね。手ってここは前に出ているように感じる前こうなっていくんですね。こうですね。なのでこの時間帯はこうなる。ここでヘッドがしっかりとグリップよりも下げられる人は引くという引きトンカチができるようになっていきます。大丈夫ですかねこれ難しくなってきた。ここもこっち方向に、体が下がることで引き下ろして、ここからは引き上げる、うにゃっていう方向に力を込められる人が、うにゃっ、っていう動作ですね。これは二方向っていうか、結局こう回してるだけなんですけど、回してるだけっていう、どの方向に自分は力を加える、前回の釘がどの方向を意識したときに、ここでもいいですよ、ここでもいいですよ、どの方向に意識したときに俺はできやすいかっていうのをちょっと掴んでみてください。だから手はこっちなんだなっていうのが分かります。ここでこうやってしまう人はトンカチをこう打ってるのと同じことになりますから、しっかりとここが視点になって、こういうふうなトンカチが打てるかどうか、こうですね、こうこうとかしっかりと、そしたら左手は上がる方向だなっていうのが分かります。そうか、上がったところから今度こっち方向なんだな。自分がどの方向にトンカチを使った時に前回やった下トンカチができるのかを掴んでみてください。いろんな方向に実際は釘が出ているっていうふうにやっていると結構解決できることが多いです。いろんな動画で例えば切り返しに力を入れるんだよとか、インパクトだよとか、いやこの途中からだよとか言ってる人が、結構いるんですけれども、それはここの多分釘のことを言ってんだな、切り返しで力を入れるんだなって言ってる人はここの釘、インパクトだよっていう人はこの釘っていうふうに思っていただけると、いろんな動画の力の入れるポイントが解決できると思います。またちょっと難しいこと言ってんなお前って感じたあなた、チャンネル登録と高評価の方お願いいたします。また難しいこと言っちゃったねこれね。なんか話が脱線しちゃうのかな、これな、これ。